様、どういうつもりだ。お前たちは邪魔なのだ、新しき時代にな。タルコ姉ちゃん、大丈夫だ、研究もお前も私が守る。見よ、広がった空の亀裂を。神がお前たちを拒絶した証だ。勝手なこじつけだな。おお、メリア様、我らが希望。貴様何をしている。見ての通り、小石を取り除いているのです。こやつらの研究は根血への冒涜。貴様はこの研究の意味が分かっているのか。この研究にはハイエンターの未来がかかっているのだぞ。この研究が未来、勝手に滅んだ種の再生が未来など。ハイエンターの未来は我々です。ハイエンターはすべからく根血であり、根血こそがハイエンターの真の姿。祖先がいなければ我らが生まれてくることはなかったのだぞ。祖先、そんなものはおりません。メリア様こそがハイエンターの祖、始まりの民であり、そして未来なのです。馬鹿げたことを。そんなくだらん思いのためにこの研究の邪魔をするのであれば、同胞といえど容赦はせん。メリア、なぜわからぬ。どうして我らこそが正当であると気づかぬ。我らの歩んだ歴史に正当も異端もない。もうよいわ。貴様を廃し、私が祖となり民を導こう。私が全てを治めればこと足りない。シャドウアイ、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 笑わせてくれるな。私は間違っていない。私は命までは取らぬ。どこへなりとも行くがよい。あ、研究所か。メリア、メリアさん、バカな、
これで私が王だ。デト、タルコ団長。念には念をだ。純血はこれで終わりだ。大丈夫か、デト。デルシアだと。クソ。大丈夫、無事だよ。未来、守れなかった。ごめん。ラダムさんの家だよ。研究所が焼けちゃったからここまで運んできたんだ。研究所？すまない、テト。私は守れなかった。メリアさん。このバカが、なぜ飛び込んだのだ。ハイエンターの未来を守るんじゃなかったのか。同胞を故郷へと連れて帰るんじゃなかったのか。導くべき者が命を落とすことの意味をよく考えろ。タルコ姉ちゃん、言い過ぎだよ。何を言っている、このバカには。守りたかった。何？どうしても守りたかったのだ、研究を。なぜそこまでこの研究にこだわる。この研究は救いなのだ、私にとってもな。お前でも結局中途半端だったな。みんなに迷惑をかけた挙句、研究資料も焼けてしまった。メリアちゃん。そんなことないよ。メリアさんたちが来てくれなかったら僕はもう研究を続けられなかったかもしれない。それにね、これはメリアさんが持ち出してくれた本、覚えてない？この本、墓所で見つけた。そう、僕の研究が始まった本。これがあれば僕と姉ちゃんは研究を続けられるね、タルコ姉ちゃん。ああ、そうだな。これからも私たちの研究は続いていく。メリアさん、ありがとう。感謝する。テト、タルコ。まだ目が覚めたばかりだからもう少し休んだ方がいいよ。ああ、すまない。何してるもん。スリープネロットでいい夢見るもん。余計なことするな。